どうもカズドリのカズです。今回はドリブル技ラボーナエラシコ、おしゃれかつユーモアがあるフェイントなのですが、デメリットがあります。幅を出すために前傾姿勢になりがちで、スピードアップが大変という点です。かといって浅くラボーナエラシコを行ってもディフェンスについて来られます。そういった問題を解消するためにキックフェイントだったり、ラボーナエラシコと見せかけてチョップしたり工夫はできますが、やはり単体で使えた方が何かと便利だと思います。ということで今回は、前のめりにならず通常のラボーナエラシコより速い高速ラボーナエラシコについて紹介していきたいと思います。それでは早速いってみよう。ということでまずは技の流れから。利き足でボールを引くとともに逆足を前に出していきます。ボールが利き足の前に来れば OK。 前に出した逆足が地面につくと同時にインステップに当てボールを体の前に持っていきます。この際起こりがちなのが、前に出した逆足に引っかかってしまう。これがなぜ起こってしまうのか、うまくいった時と比較していきたいと思います。まずは失敗例から見ていきましょう。インステップに当たった瞬間に軸足、体の向きが正面を向いています。これではボールの通り道がありません。次に成功例を見ていきます。インステップに当たった瞬間、軸足、体の向きともに斜めになっています。そのおかげでボールの通り道が作れていますね。というわけでこの差が非常に重要。逆足に当たらないようにするには、体の向きと軸足の向きを斜めに向けることでボールの通り道を作ってあげることが必要です。練習方法としましては、いきなり斜めは難しいので、最初は軸足を真横に向けてみましょう。ボールが必ず通ると思います。人によって足の長さも違うので、何度か練習して逆足にぶつからない角度を見つけてください。中に切り込んだ際に使うのがおすすめです。ボールを引くことでディフェンスは切り返しを警戒して足を止めようとします。同時に逆足が前に出ているので、ボールが体で隠れる形に。前に出したタイミングでディフェンスは止まってしまうので、対応が一歩遅れてしまいます。以上、高速ラボーナエラシコ講座でした。このフェイントが使えると思った方は、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。